皆様ごきげんよう。クラフトブックシリーズ立体乗り物館から、今回は3ページ目の救急車、こちらを作っていきましょう。はい、ではまずシートからパーツを取り外していきます。今回はパーツ1枚ですね。裏返して谷折りと書いてある線に沿って1箇所ずつ折っていきます。はい、すべての箇所が折れましたら、今度は差し込んで組み立てていきます。はい、前の箇所はこんな感じ。後ろもしっかり差し込んであるか確認して、ネームプレートを立てたら、はい、救急車の完成です。ということで、あっという間に3台完成しました。みんなもできたかな？じゃあねー。